じゃあ読みます。どれからいこうかな。はい、じゃあペンネーム、ひろきさん。はい、ありがとうございます。インスタイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。さて、究極の選択です。事務所で打ち合わせ中に突然現れたちょいわる社長、はい、いきなりお前ら明日から〇〇になるからと言い出しました、うん、さて社長に言われて嫌なのはどっち。お A、 お前ら明日から南米系にキャラ変更するから。どんなんやねん、南米系、レゲエみたいな。まあちょっと黒い系、黒い系まあそれも面白いか。 B、 お前ら明日から5人に増やすから。さあどっちを選ぶ。 B、 嫌なのが、うん、え、嫌なの。嫌な方、ね、嫌な方は B、うん、どうしようかな。じゃあ私 A かな。私リズム感ないから南米系はダメ。まあ、腰触れないみたいなダンスまでそうなっちゃうか。そうそうそう、難しい。なんか人数増えたら面倒くさそう、うん、いろいろ。あと3人増えるあと3人増える、うん、面倒くさい。あの座るところとかもじゃんけんしそうあの車のじゃんけんみたいなするね。ねえ、そういうのやんだ。そうだ、あー車、あ、それ、うん、あれ5人乗れない。いや、ギリ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 後ろにさもう一個椅子作ってって思って、うん、前助手席に誰かが千葉さんが荷物片付けないと乗れない。乗れないね。あと3人どんな子かな。ちょっと正規平均年齢下げるために若い子だ、うん、その方がいいかも。背のちっちゃい子みたいな。はや、でも自分たちよりも大きい子の方がいいかも。もうちょっと平均身長っていうのがなるから。だってさ、あれじゃん、V6 みたいな。ああ若いチームと一人チーム一人をあの おばさんおばさん方入れて、うん、でもそしたらさグループ全体がさちょっとなんかこうおばさんっぽいみたいなグループになっちゃう。じゃあ3人全員若い子。そうはそれでもいいか。大変あの設定がある子に持ってくるとか、セレブと庶民と、うん、あとなんか不条さんみたいな、うん、そうそう、塾さんみたいな感じ、なんかなんとか所属みたいな、うん。私ね、この前見てて思ったんだけど、うん、あの K-POP の朝アイドル誰だっけ、最近お尻ダンスする少女時代、少女時代カラカラかな、うん、カラさ挨拶の時にさ担当言うんだよね。へえ、見たことない。テレビでね、この前見たら、こんにちは何々です、なんとか担当の何々ですっていう。あら、へえ、チェックしなきゃ。うん、ちなみになんか女王様担当とかそういう系なんだ。なんか政治の派担当。へえ、すごい。めっちゃ自分がどこに受けるかっていうのを分かってないとダメですね、それ。まあそうですね、ちゃんとお嬢様担当。メナはそういうの言ったら何担当。へえ、めんどくさそう。なんか私何もできない、何もないかも。でもアイドルオタク担当とかになるんですか。それでいい、それでいいです。あ、そう、うん、いやなんかほら適当担当みたいな、臨機応変担当、臨機応変担当、それひどい、そんなことない、臨機応変担当。はい、では次の究極の選択お願いします。リサコに仕切られてしまった、うん、はい、じゃあペンネームヘブンさん。はい、ありがとうございます。はい、究極の選択、見に行くならどっちのライブ。お、A、大好きなアーティストを自分だけで歌ってくれるライブ。うわー、 B、 ファンのみんなと一緒に盛り上がるライブ。え、イエー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 か。私歌ってほしいアーティストが今浮かばないから B かな。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。うん、かな、まあ、ファンの人とね楽しめるのもすごい、うん、楽しそう、うん、あのみんな同じ高さ、なんか絵になるあれ絵になる、うん、絵になるのは嫌だな。トラブってませんよ、トラブってませんよ、そう、みんなでなんか、うん、楽しいんじゃないかな、うん、なるほど。はい、ヘイブさんもう一個あるんですけど、はい、どうですか、はい、ベスト3を飼ってみたい珍しいペットのベスト3。うん、多分3つも思い浮かばないと思うから思いつくままに。あ、魚ざっくり言ったね。エビ、イカ食べる系、食べるの、食べれるけど食べないよ。
で買いたい。エビとか可愛いっぽい気がする。そう、大きい水槽で買うと。大きい水槽で。エビとかイカとかかな。イカか。うん。飼ってみたい珍しいものですよね。はい。もう一回聞いた。なんだっけな。何も、な、別にないな。なんかあります？高木さん。なんかあります今私の後ろに変わったもの。事務所の近藤さんが飼ってみたい、うん、珍しい動物。いや俺なんかもう全然普通に犬とか。私も犬か猫か。でもね今あのルンバ飼ったから。ルンバ、何にルンバって。掃除機、うん、あれが超可愛い。わかる、私も欲しいそれ。ルンバがもう、ね、愛おしい。あ、わかる。ね、帰ってきたらちゃんと掃除してくれてて、ね、しかもその場所に収まってちゃんと犬小屋に。あ、高いの買ったんですね。じゃあそう高いの買ったんですね。価格コンビ6万とかした。いいなあ。え、家用に買ったんですか？自分家の。だから俺スタジオの持って帰って家で試し使いして。いいなぁ。いいですね。私もルンバ買ってみたい。餌代とかかかんないからいいですね。そうそう、便利かも。あ、ゴミでいいんですね。踏んだだけですもんね。ふんか助けるだけですね。なんかたまにケーブルとかに絡まってません？それがまた可愛いですよね。はぁ、あのね、すごい口にかき出してる。へぇ、でもいいなぁ。下に物置かなくなるから、掃除するのに。それいいかも。逆にその普段がかかってくるになる。綺麗になるね。あ、なるほど。私の部屋とか絶対たぶんできない。ルンバか。ルンバ買ってみたいです。うん、あの社長に。社長ルンバが買ってみたいです。あの誕生日プレゼント買ってくれ、はい、いつかボーナスが出た時はそれ現物支給で出るな。はい、うん、はいはい、では次お願いします。うん、はい、今日はこの辺で。究極はそんな感じで、ね、はい、ありがとうございました。はい、じゃあそれでは、はい、今週の気になったつぶやきのコーナーに行きたいと思います。はい、じゃあ早速メールを読みましょう。はい、お願いします。何がいいかな。あ、ここら辺がいいかな。ペンネーム、クロちゃんからです。ありがとうございます。あれ、今週の気になるつぶやき、レナさん、京都京都京都が気になりました。インスタを終わってそこを京都デートに行ったんですね。本当楽しそうで京都に行ったような気分になりました。何か面白いことありましたか？あ、インスタが終わって、うん、あの強行突破で、うん、そうね、あの妹と遊びに、うん、京都に、いいね、行ってきました。いい、ね、何したっけ。京都どこで遊ぶの？お買い物。妹がもう服欲しいって言ってたから、うん、なんか買い物についてって気がする。うん、でなんかちょっと鴨川沿いみたいなのを歩いて、うん、妹といいね、鴨と猫と戯れて、うん、何したの。プリグラ撮ったり、おまったりいいですね。そういうのがあるんですよ。大きいショッピングセンターみたいなのが109みたいな、あるんだ。妹はそこでブラジャーを5,000円ぐらい買ってたかな。なんか何をバラす。最近若い子ってすごいブラジャーに凝ってるみたい。ブラジャーを5,000円って何着あ、ね、最近は安いみたい、ブラジャーって。ね、普通5着ぐらい、5着ぐらい普通ね、こう1着で5,000円ぐらいのしたいじゃないですか、ね、うん、でも若い子は上下で1,900ぐらいの感じ。はあ、安い。でパンツが2個ついてるとか。パンツ2個ついてくるの、うん、1個のブラに対して、うん、お尻なんで。お尻1個なのになんで笑うの。得じゃない。あ、上は絶対パンツの先に買う。じゃあ上は買えないで、そう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 、上は2日使って下に買いってこと。違う、か1回ずつでも絶対パンツの方が先に消耗するじゃん。そう、なんか持ちブラの方が持ちがいい。なんでそれ分かるの。あの女子へのプレゼントとか結構喜ばれる。ブラジャー、あのブラ1にパンツ2みたいな。微妙だな。でも私たち最近ブラジャーしないもんね。もうブラトップみたいな。あ、もうノーブラっすよ。ブラトップみたいなのやめなさい。してるからブラジャー買わないから。そう、君だろうね。ラーメンズ、ブービーのファンが、ファンが自慢の何、自慢 の, あのアピールした方がいいからね。しない方がいいよね。自慢のバストをね。自慢のバストをね。バストをね。ないバストをね。